皆さんもうご存知かもしれないんですが、今更ながら説明させていただきますと、2012年の7月から、コップのくちこ第1弾を発売させていただいておりまして、第1弾と左にあるのが第2弾になりますね。でそちらの方が、発売、田中克樹さんの方と一緒にさせていただいておりまして、今累計で500万個を、突破しているような形になっております。まあ、ガチャガチャで言うと10万個超えれば、ヒットと言われるんですが、本当500万個というのは本当に僕の会社でもわけのわからない数字にはなってきてはいるので、まあ、ちょっとおかしなことになっているのかなとは思っている次第です。原野さんであります田中さんの方から、プチコとは何ぞやというところ。プチコとは何ぞやそうですね、ガチャガチャって大体そのストラップとかね、はい、そうですね、マグネットとか、なんかこうくっつくものですよね。そうです。ちょっともったいないんで、もうこの素材、この素材何ですか？これはPVC ってやつですね。PVC だけでどこかに引っかかるという。そうですね。で、その目の前にあった、まあ、コップとかね、はい、そういうものに引っかかったらいいんじゃないかなってふわっとこう思ったんですよね。はい、で企画を書かせていただいて、勝木さんから他にも10個ぐらい企画をいただいてて、 そうですね、はい、その中でフチコが一つだったんですけど、もう社内満場一致でフチコでしたね。あ、そうなんですね。満場一致でしたね。それはもうじゃあ他つまんなかったですなんで OL の姿あっていう。そうですね。そうですね、まあ、コップの縁に普通に引っかかるよりはなんかこれはアクロバティックなね格好をしないと6種類とか7種類できないんですよ。ガチャガチャ大体6種類から7種類そう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 なんですね。こうこう激しめなポーズをさせる職業は何だろうね。女教師とかねそういうこともちらっと考えたんですよ。硬い職業がいいな、うん、弁護士さんとか、そんなカーブ最初から聞かせてもっていうことで、はい、そこへ覚えましたね。ストレートに、はい、今年の6月の18日に、コップのフチコ3サードというのが、発売になり、今日初めてここに置かせていただいております。今回も新しいフチコが、コップのフチに舞い降りているような形になっておりますので、また皆さんで楽しいギリギリ引っ掛けライブを楽しんでいただければなと思います。ただね、はい、これ見ていただいたらもう近くで見ていただいたら、はい、ものすごい工程があるんですよ。ものすごいです、ね、細かい。そうそう、膝のところちょっと紅がかかってたりね。膝にイヤリングの色が変わってたりですね、うん、ものすごい細かいことしてます、うん。これ200円でできないんですよ、本当はね。そうですよね。できないですね。200円にしたからこうやって買っていただいてるっていうところもありますね。いろいろな苦労がありますね。そうですね。まあこの一手間ですよね、うん、このガチャガチャをして蓋を開けて、そこからこう自分でこう縁にこうしつらえると、まあ、一手間を加えて、でそれ写真撮っていただいてこの SNS で、そうですね、皆さんが楽しんでいただいてるんですね。一手間が良かったですね。大抵の方が